はい、チャンネル登録してくれてる人もチャンネル登録がまだな人もメッハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしているんですがですね、まあ、こういった時期っていうこともありましてですね、チーズケーキ屋のワールドベイクドチーズケーキというお店もやっておりまして、そちらの方でチーズケーキなんか焼いてるためですね、今日はですねこちらの方 T シャツでお送りしております。はい、ということで本日はこちらですね、なんだこれはというような感じですけれども、はい、これまあまあ答えを出してしまいますと、こんな感じ、あと光ってますね、はい、こんな感じですね、はい、ゲーミング、ワイヤレスイヤホン、こちらの方紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、今までもねゲーミングじゃないですね、ワイヤレスの、こうイヤホンですね、はい、こういう感じのね、皆さんもね多分1個2個持ってらっしゃる方多いですよね、はい、好きですよねこういうのね、私も好きなんでいっぱい買ってるんですよ。最近ね、本当にね、アマゾンさんの中華製品本当に安くてびっくりするような値段で売ってる時が結構あるので、それも感もあって買っちゃうんですよね。よくね、耳何個あるんだっていう風にね妻からよく言われますけど、でも買っちゃうんですよね。いいんでもね、数打ち当たるものもあるんです。まあ、全部いいんですよ。全部最低限いいんですけど、今まで買ったもの、まあ、これもそうなんですけど、すごく音がいい。ね、こっちに関しては、二つ、言葉が出てこない。ここに出るのかな。片方の耳にね、二つのね、スピーカーが入ってるっていうね、音がとてもね、いい。これすごく音がすごいクリアで、すごく音が良かったりとかね、いろんなね、どれもこれもいろんな良さがあるんですよね。良さがあるんですけども、今回ご紹介するのがこちらのゲーミングね、ゲーミングワイヤレスイヤホンね。ゲーミングって何でもつけりゃいいのかっていう風な話になるじゃないですか。でも何がゲーミングかって、音がずれないんですよ。音ずれがない、ないって言ったらいいのか、ほとんど音ずれしませんね。他のものだとやっぱり音ずれが気になるものとかあるんですけど、ただでも音楽を聴いたりとか、あとは通話に使ったりとかね、そういったふうな用途で考えると、音楽聴いてる時音がちょっとずれてたってあんまり気にならないじゃないですか。なんでまあそれ全然問題ないかなと思って使ったりとかしてるんですけども、ただそれで YouTube 動画見ようかなとかっていうふうに思った時につけてみると、そうするとこうなんていうか、こう一刻動産みたいな感じでこう声が遅れてやってくるみたいなぐらいね、ずれるものもあったりとかするんですね。まあそれは用途によってっていうふうな形なので、これがダメあれがダメっていうことではないんですけれども、実際ねやっぱりね、動画を見たりとか、あとはその、音がずれてくると困るもの、まあいわゆるゲーミングイヤホン、最近からこれ撮ってる時に行ったんですけど、これ撮ってる頃にちょうどなんですけど、任天堂スイッチがちょうど Bluetooth にね、対応したのを多分皆さんご存知でしょうかね。ファームアップでね、設定がね、こうできるようになってですね、いろんな機械使わなくても、なんていうか、レシーバーとね、サーバーをね、使わなくてもですね、本体のみにイヤホンつけれるようになったんですよ。ね。なので、スイッチなんかやるときに、こうケーブル今までね、つないで使ってましたけど、あれいらなくなるんですよってなっても、音ずれするんじゃ困るじゃないですか。音ずれしたら嫌じゃないですか。ね、これ。ね、皆さん、もうスイッチにはこれです。もう本当に、スイッチにはこれ。というふうに言ってもいい。本当に音ずれがないんですよ。ね。とは言ってもね、まあ、安いもので、ちょっと値段下の方に出しておきますけど、かなり安くね、それでいて音がずれない。ね、設定によったり、あとはまあファームの種類によって音ずれすることだってあるかもしれないから、100% っていうふうに保証できるわけじゃないですけど、私も。でも、この間ね、それこそアップデートして、実際に使ってみましたよ。本当にずれないんですよ。
これはね、いや、あの、今までもね、あの、MacBook だったりとかに使ったりとかして、あの、YouTube 動画とかですね、見たりとかするときも音はずれてなかったですけども、スイッチでも使えるんですよ。なので、ぜひね、スイッチにおすすめのゲーミングイヤホン、ね、これでね、手軽にね、狩りに行ったりね、手軽にね、こう、まあ、動物の森やったりとかしてもいいかもしれない。動物の森は訪れしてもあんま関係ないかな。で、訪れが気になるようなゲームは、あの、ぜひね、ゲーミングイヤホン使ってみるといいんじゃないかと思います。あの、実際にね、あの、Amazon さんでもね、あの、こう、ゲーミングっていう言葉でね、あの、検索すると結構いろんなもの出てきますので、お試しとしということで。まあ、あと値段ね、あの、まあ、その値段の兼ね合いっていうのもありますので、これね、かなり安いんですよ。こう、おすすめなんです。まあ、ちょっとあの、安くなってる時とそうでない時あるんで、その時、まあ、安くなってる時購入されるのが一番かなっていうふうには思うんですけれども、とてもいいんじゃないかなというふうに思っております。音もね、どちらかというと、ドンシャリ系です。なので、ゲームやるにはバッチリ。音質としてはバッチリ。ね、あの、低音とかね、ゴゴゴゴゴゴっていうのもね、非常に、よく聞こえてきますし、あの、パキッとしたね、高音もね、きちんと聞こえてくる。ちょっとね、中音がちょっと弱いかなっていうふうな気はしますけど、私は好みの、どちらかというと、坊主とか好きな人たちにはね、好みの音なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひおすすめかなというふうに思っておりました。ね、概要欄にね、リンク貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧いただいてですね、いろいろ悩んでね、購入してみていただければというふうに思います。はい、ということで本日はですね、スイッチに使える、新しいねスイッチファームのアップデートでね使えるようになったねゲーミングイヤホンですね、はい、こちらの方のご紹介でした。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となりますね。スイッチね、まさかね、いや、まさかというかね、もともとね、対応するとは思ってはいました。中に、Bluetooth の、機能が搭載はされているのは分かっていたことだったので、ただ、いつになってもね、全然こうね、使えるようにならないから、あれ、やっぱり、イヤホンとかそういうものには使えないのかなとかって思ってたんですけど、いや、これがね、使ってみたら、すごい快適。もう本当快適なので、ぜひぜひ、ね、皆さんもね、チェックしてみていただければと思います。のでもしね参考になったなという方がいらっしゃったらですね、まあグッドボタンはいいんですけど、チャンネル登録ボタンだけでもねちょっとね押すだけでも構いませんのでですね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。